ドイツの都市、ワンドレブにある聖堂の上天井に描かれた死の舞踏士の舞踏とは、中世末期の14世紀から15世紀のヨーロッパで、流布した寓話、及び、それを元にした一連の絵画や、彫刻の様式である。ラドンセマカブラデンスオブデス、ラダンツァマカブラ、トーテンタンツと多数の言語による呼び方が存在する。ミヒャエル・ボルゲムート、死の舞踏1493年、版画死の舞踏は、死の恐怖を前に、人々が半狂乱になって踊り続けるという14世紀のフランス詩が起源とされており、一連の絵画、壁画、版画の共通のテーマとして、死の普遍性が挙げられる。生前は、王族、貴族、などの異なる身分に属しそれぞれの人生を生きていても、ある日訪れる死によって、身分や貧富の差なく、無に統合されてしまう、という死生観である。死の舞踏の絵画では、主に擬人化された、死が、様々な職業に属する踊る、人影の行列を、墓場まで導く風景が描かれている。行列は、教皇、皇帝、君主、子供、作業員で構成され、すべて骸骨の姿で描かれるのが代表的な例である。生前の姿はかろうじて服装、杖等の持ち物、髪型などで判断できるが、これらの要素が含まれず、完全に個人性を取り払われた単なる骸骨の姿を取ることもある。また、一部肉が残っている骸骨とともに、その腐敗を促す蛆虫が描かれることもある。一連の死の舞踏絵画の背景には、ペストのもたらした衝撃を挙げる説が多い。1347年から1350年にかけて、ミラノやポーランドといった少数の地域を除くヨーロッパ全土で流行し、当時の3割の人口が罹患して命を落とした。ワクチン等の有効な治療策もなく、高熱と下痢を発症し、最後には、皮膚が黒く変色し多くの人が命を落としていく。様は、いかに人の命が脆く、現世での身分、軍役での勲章などが、死の前に無力なものであるかを、当時の人々にまざまざと見せつけることとなった。当時は百年戦争の最中でもあり、戦疫、ペストによる死者が後を絶たないため、葬儀や埋葬も追いつかず、いかなる祈祷も人々の心を慰めることは、できなかった。やり場のない悲しみや怒りは、ペストユダヤ人陰謀説に転嫁され、ユダヤ人虐殺が行われた。教会では生き残って集まった人々に対して、メメントモリの説教が行われ、早かれ遅かれいずれ訪れる死に備えるように説かれた。しかし、死への恐怖と生への執着に取り憑かれた人々は、祈祷の最中、墓地での埋葬中、または広場などで自然発生的に半狂乱になって倒れるまで踊り続け、この集団ヒステリーの様相は死の舞踏と呼ばれるようになった。芸術家たちがこの死の舞踏を絵画にするまで、およそ一世紀の時が必要であったことは、当時がいかに混乱のただ中にあったのかを示していると言える。ハンス・ホルバイン作の版画。身分の高い男性のもとに、死の擬人化である骸骨が訪れている最初期の死の舞踏絵画としては、パリのサンティノ山教会内の墓地の壁に描かれたフレスコ画を挙げる研究者が多い。また、バーゼルのコンラート・ビッツ、リューベックのバーントの時計、ドイツのハンス・ホルバインによる、木版画などもよく知られている。特にハンス・ホルバインによる一連の死の舞踏に関する木版画は、1524年に下絵が完成した後、印刷業者内で版権が争われるほどの人気だった。1538年に版権を取得したリヨンの印刷業者から41枚の図版でセットで発売されたホルバインの版画は、好評を博し何度も版を重ねた。また、イタリア地方では、ペトラルカの歌集、凱旋の影響を受け、踊る骸骨ではなく、鎌などを振りかざした典型的な死神の図像が描かれるのが特徴的である。類々と続く死体の列の上を進む戦車上で死神が誇らしげに鎌を振りかざしている絵や、人々が集まる酒場に突然鎌を持った死神が、やってくる絵などもある。これらは、死の舞踏に対して、死の凱旋、または、死の勝利と呼ばれるが、講義の意味では一連の死の舞踏に含まれることが多い。美術史研究者や歴史家などの間では、死の舞踏の図像学的解析が試みられており、一連の絵画から当時の人々の神聖や死生観、並びにキリスト教信仰の変遷の分析が現在も行われている。日本では2000年に国立西洋美術館で行われた企画展、死の舞踏、中世末期から現代までが開かれ注目された。ありがとうございます。